こんにちは。即課塾の久保です。吉田さん。私の会社の決算が終わりました。えー、こうやってね、決算書が届いたんですけども、なんとですね、えー、もう10期なんですよ。ね。私がネットビジネスを始めて8年ですけども、その前からこの会社はありまして、まあ最初はね、麻雀店の経営、もしくは店舗の運営ということで、東京を作ったんですよね。で、 今回ね私がね会社を作ったいきさつについてちょっとお話ししようかと思うんですけどももともと私が勤めていた会社というのはね、えー、株式会社三郎といいましてまあ結構大きな会社だったんですよねでそこで、まあ、スカウトされてですね高い給料で雇ってもらえるということで、まあ、入社したんですよ入社したのはいいんですけども高い給料ももらえたのは最初のたった1回だったんですよねすすぐにに債務超過して要するに会社は ドロンっっていうことになったわけです、ね、つまりですね、えー、まあだされたとは言いたくはないんですけども私が入社した途端に会社の経営は悪化して、えー、各所でで、ね、私は責任を取らされることになったんですよ、ね、まあそういうふうな役割としてスカウトされたんだなと思ったらいささかですねやられた感はあったんですけども私なりにそういうふうな捨て駒にされた。 そのために私がね徴用されたってことを認めたくなくていやこの状況を打開するために投与されたんじゃないかなって考えることにしたんですよそれからというものをこの三郎という会社のね社員を全員、まあ、退職してもらってその会社には、まあ、山口会長と私二人っきりが残ることになりました山口会長は創業者ですからまあいいとしてですね 私は入社1か月なんですよで給料は一切なしですねそっからでマ、えージャン店だけを残して他は全部閉めていったわけなんですけどもマージャン店にはね私が集めたお客さんと私が集めた従業員がいるつまり私発信のお店だったんですよで出店の経費はまあ全部その会社持ちでねまあ得したなって とは思っっったんですすけども毎月のの経費っててがかかってきますよね家賃100万従業員の給料が300万最初はそのぐらいかかってたんで毎月400万必要だったんですよ、まあ、逆立ちしてもその400万は作れなかったんで真面目に会社を経営するしかないなと思ったのが最初の2年ですね、まあ、最初の3年は全く利益が出なかったんですけども4年目5年目6年目は利益がまあまあ出るようになってで789年目 ここではまたね、利益が出なくなっちゃったんですけどね。まあ、その細かい季節は置いといてですね、10期続く会社、いろいろあると思いますけども、全体の創業した会社の1割に満たないんですよ、10年続く会社って。まあ、正確なあ数字をここに出してみると、6.3%しか残らないらしいです。で、その残った6.3%の中でも、黒字の会社の割合っていうのが非常に少ないと。要するにせっかく生き残っても、 赤字ででなんとか回してるっていう状態なんですよね債務超過状態会社の資産合計が会社の負債合計を上回ることがない会社ということですねだからね黒字でありながら続いてる会社って本当にね1ぐらいいなななんんじゃないかなと思うんですよでも1%といってもこの日本にはだいたいねいろんな説があがるんですけども500万社ぐらい会社があるらしいんですよ1%といっても5万社なんですよね だから5万社の黒字企業があると思ったらまあなかなか妙な感じがしますよねほとんどの会社は赤字なのにその赤字の会社に勤めているほとんどのサラリーマンさん中小企業の皆さんどう思いますかその会社を作っているのはその会社を赤字にしてるのは誰ですか黒字にしてるのは誰ですか人数が多くてそして会社の歴史が長いと分かりにくくなっちゃいますけども会社の外にいる人がその会社を赤字にしてるわけでも黒字にしてるわけでもないんですよ 会社の内部にいる人がそうしてるんですよ。それは動かしようのない事実なんですよね。まあ、ですんでね、この会社大丈夫かよとかね、この会社給料安いな、将来性ないなと思いながら働いてる社員の方がいらっしゃるとしたら、それはお前のせいだってことなんですよね。<laughs> 一人一人が黒字が出せれば全く問題ないんですよ。そういう意味で言うと、吉田さん言われたように、一人一人が経営者みたいな感覚じゃないとやっていけないっていうのは、サラリーマンマインドだと思うんですよね。で、サラリーマンマインドっていうのは、もっと言うとですね、 定時に来たらら上がるからサラリーマンマインドではなくて定時で自分のミッションをこなすからなんですよ予算をこなし作業を終わらせ部下の育成上司の上位かたつ全てをクリアしてあ夕方6時になったな退社しようみたいな感じでね帰っていくからサラリーマンなんですよ。全く自分のノルマがこなせないのに時間が来たから帰るとかね吉田さんが帰らないから帰らないじゃないですかっていうわけのわかんない理屈をねこねるというね もう全く何を言ってんだこいいつはみたいな世界ですよね時間が来たら帰れるのかと何なんだ俺たちのミッションは時間が来なくてもむしろノルマを満たすから早めに上がれたりとか今日は早く上がって飲みに行くかみたいになるわけじゃないですかだから全くね勘違いして会社ってのは無限に社員のために資産を割いてくれるもんだ経費を使わせてくれるもんだって思っちゃってるんですよねうちの会社経費安いんですよみたいなことを言う人がいるとしたら使った経費でそれ以上の 契約件数取れていないなからだと思うんですよそれこそね毎月30万の経費を使っても2,000万の売り上げを立てる社員に対して経費を絞ってくださいって誰が言うと思いますかってことですよねでも10万円の経費を使うのに会社に供与する利益が10万円以下だったらやめてくれって話になりますよねまあシンプルにそういうことなんじゃないですか一人で会社をやっていて全てがごまかしようのない自分の数字なんでね それはね、肌身に染みると思うんですよ。なんか、組織に働きに行って、その一部だっていうふうに高をくくっちゃうと、自分が頑張ろうが手を抜こうが、全体的な平均値にあんまり関わらないよねって発想にどうしてもなっちゃうんですよ。これがだから社会主義的考え方ですよね。社会主義の考え方、もうすでに破綻していることが大きな国、ソビエトっていうね、前例で私たちは苦いほど思い知ってるんですよ。すべての生産物を国が買い上げて、そこから、 平等に分配するとというところでねじゃあ生産しすぎたら取られちゃうって発想になるからあだったら自分のノルマ以下のことしようってなっちゃうんですよね人はね、うんえー。ということでねいろいろありましたけども私の会社は10期を迎えて私たった一人おそらく20期も行くでしょうなぜならなぜならですよ一人でやってるからなんですよ一人でやってればこうやってね余計な人に全く時間も コストもかかることがないんですよねもしどうしても人に頼まなくてはいけない時があるとしたらそれは外注しますねしっかりとした会社に外注して費用以上の費用対効果を得るこれでいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、そもそも会社員っていうのは会社が内部に対して発注してるとも言えるんですよねそして発注を受けた一般社員が発注をこなせなければ、うん、それい 経営結果を残せなければ、まあ出世もないし、給料を上げてもらえることもないし、ただ会社の制度として、降格とかね、給料を減らすっていうのは非常に難しいんで、仕方なく据え置きなんですよ。仕方なく据え置きなのに、この会社5年いても10年いても給料上がんねえよみたいなね。これまた,たまたずのなこと言ってるわけですよ。だからね、一体ね、何しに来たんだってことですよね。うん。で、今回の動画の結論なんですけども、あの、社会に出てね、 10年たとか20年たとか30年たとか関係ないんですよ。自分がこの資本主義社会の中で資本形成できなければ信用を得ることがないんですよね、えー。そして自分の不満ばかり残ってしまいます。なぜなら残り時間は少なくなってくるからですよね。その焦りを自分の働きとは関係なく自分の屋台骨を築いてくれた屋根の下を貸してくれた会社に そのの責任を押しし付けてしまうのは、まあ、なんとか、ね、妙な話だと思うんですよね、まあ、吉田さんが、うん、大きなグループの中にいて部長から社長になってで自分が会社に対しては、まあ、利益を出していくというミッションそれから部下に対しては働きに対する、まあ、契約通りの給料を払うというミッションでこの2つの板挟みになる中で会社からも。 部下かからも搾取された姿そこにあるんじゃないかないと思うんで,すよでもそこで踏ん張って耐え抜いて倒れなかった吉田さんがいて会社を抜けた時に搾取される対象2つがなくなった時にはまさに自分のやりたい放題というね、うん、ダイレクトに顧客とつながり顧客からダイレクトに依頼され自分の手で答えて自分の足でサービスに向かう。 本来の仕事ななったんじゃいまあそこはね、本当に私も全く一緒のところで、あの私はね、吉谷さんとは違う環境で今のようなになりましたけども、結局は、行き着く先がお互い一緒だったな、というところですよね。まあそんなことをね、考えた10期目の私の会社でございました。おかげさまで、私は店舗も持たず、社員も持たず、誰も雇わず、 自分一人でで最強の小舟に乗ってですねこれからも果敢に泳いでいけるんじゃないかなと思いますまあ横を見ると吉谷さんの最強の小舟もいてねなかなかいいレースができてるんじゃないかなと思いますまあ激流濁流向かい風さまざまあると思いますけども私のこぐ横には吉谷さんがね戦いながらいてくれると思いますし私もね時代の流れに巻き込まれないように吉谷さんの横で 必死にこぎきって見せますね、この人生はね。ええー、ということで、今回は。なんかね、ここまで十期を務め上げた。感慨深い気持ちを。吉野さんにぶつけてみました。それでは、行ってらっしゃい。